育まれ、僕たちはその湯を分かち合い暮らしてきた。今までの別府と、そして新しい別府のために、別府温泉アカデミア始まります。皆様こんにちは。本日は立冬ということで、暦の上では冬を迎えました。ますます温泉が恋しい季節になりましたね。ただいまより別府温泉アカデミアを始めます。私は本日の司会を務めさせていただきます、高島和代と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、初めに主催者を代表し、別府温泉アカデミア実行委員会実行委員長長野康弘別府市長よりご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは、ご紹介いただきました長野でございます。第4回目となりました別府温泉アカデミア、今年もこうして全国から多くの皆さん方にお集まりをいただいて、盛大に開催ができることを本当に嬉しく思いますし、本当に遠くは北海道から今日はゲストがお越しになっています。皆さん方を心から歓迎をし、改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。ちょっと話をそれますけれども、先日無事にラグビーワールドカップが決勝戦が終わって、閉幕をいたしました。まあ、別府市もですね、皆さんご承知のようにニュージーランドをはじめ、準優勝しましたイングランド、それからウェールズ、オーストラリア、カナダ、延べですね6カ国がこの別府市を中心にキャンプを張ったということで、まあ、私も2002年の FIFA ワールドカップの時の記憶があったので、今回も正直騒いではいるけれども、そんなに街が大騒ぎになることないんじゃないかと正直思ってました。ねえ、西田さん、旅館も儲かるんだろうかと心配したんじゃないかというふうに思います。まあ、蓋を開けてみるとですね、大変なにぎわいで、どちらかというと別府市はやはり中国、韓国に近いので、中韓のお客さんが、ほぼ9割近くを占めるんですね。アジア地域のお客さんが、お得意様ということでありましたので、今回はですね、欧米オセアニア太陽州の皆さん方がもう退去して、来ていただいて、別府の駅前通りを歩いていただいた方なんかはよくその姿を見かけたと思いますけれども、昔別府の商店街がまっすぐ縦を向いては歩けなかったという時代があったという、その絵も見せられることありますけれども、まさにこう横向いて歩かないと、もうまっすぐ歩けないような、そんな状況に別府がなったということで、非常に欧米、オセアニア地域の皆さん方にも別府の素晴らしさ、別府の温泉文化というものを理解していただき、世界に発信をしていただいたんじゃないかなというふうに思っています。これからがやっぱり大事でありますから、このレガシーをしっかりとどういうふうに使っていくか、生かしていくかということを考えていかなければいけないということで、ちょうど温泉アカデミアもですね4回目を迎えて、そういったことも踏まえながらのアカデミアになったということで、ぜひ皆さんとこれからの温泉文化について、また発信について、活用について考えていければというふうに思っているところであります。平成28年に第1回の別府温泉アカデミアを開催をさせていただきました。その時にアカデミア宣言という宣言をさせていただきました。ちょっとその宣言をですね、今皆さんに今一度ご披露したいと思いますが、温泉に感謝し、創意と工夫を凝らして人々の暮らしに役立てていけるよう努力すること、これが一つ。温泉を慈しみ、その保護に責任を持ち、絶やすことなく後世に継承すること、これが二つ目。人々に癒しと安らぎをもたらす温泉の魅力と価値を日本全国、そして世界に発信することに一丸となって取り組んでいくこと、以上の3点を発表をさせていただきました。今年の別府温泉アカデミアも主にこの3点に絞って、さまざまなゲストをお招きをして、いつもプログラムを見るとですね、欲張りすぎてるなと思うんですけれども、今年も欲張りすぎました。やりすぎぐらいがちょうどいいと言っている私どもでございますから、ちょっといつもやりすぎるところがありますけれども、その分、
多くの皆さん方に持って帰っていただけるものがあると思いますし、まあ、改めて、日本や世界に発信できるものがあるのではないかなというふうに思っております。まあ、一つ一つプログラムをご紹介私からすることはいたしません。また後ほど、皆さん方にご紹介があろうかというふうに思いますけれども、温泉の可能性であるとか温泉文化の発信であるとか、最近はですね、特に発信は当然していかなければなりませんけれども、今日は環境省から山本室長さんもお見えをいただいております。環境省におかれては最近はですね、この温泉を活用した情報発信、また湯治、チーム新湯治という取り組みを環境省さんがしていただいております。最近はどちらかというと環境省さんは今までこうブレーキを踏む役割と、保護ということが今でもそれは変わりありませんけれども、保護が目的の、お役所だなというふうに私どもの気持ちとしてはあったんですけれども、山本市長さんがなってからか急にこうガーンとこうブレーキを踏むようなですね、役所になって、さまざまな新しい、取り組みをしていただけるようになったと、その分私どもとしては環境省さんと一緒にですね、ご指導いただきながらさまざまな課題や問題の解決に取り組んでいくこともできるようになったということが言えるのではないかというふうに思います。今日も山本市長さん、いろいろとご指導、またいろいろなご意見を賜られることができると思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。健康や美容、それから、環境、地熱発電をはじめとするそういったエネルギーという観点、またさまざまな切り口があろうかと思いますけれども、やはり我々はこの温泉というのは無限の資源ではないということを今一度立ち止まって考えなければいけない、そういう時期に来ているんだというふうに思います。資源の保護ということがまず第一にあって、その上で活用をしっかりと考えて発信をしていくという原点に立ち戻ってですね、これからの温泉文化を守り発信をしていきたいというふうに思いますので、皆様方と共に今日明日2日間さまざまな議論ができれば幸いでございます。むすびに温泉アカデミア開催についてご尽力を賜りました関係者の皆様方に心から敬意を表し、また感謝を申し上げて冒頭のご挨拶に返させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。別府温泉アカデミア実行委員会実行委員長長野康弘別府市長よりご挨拶申し上げました。それではここで舞台転換のため少々お時間をいただきますのでご了承ください。今日こちらの会場に入られるときにお気づきの方も多いと思うんですが、会場の外には足を設けておりますので、ぜひお試しくださいませ。また本日参加の各市の PR ブースも設けております。合わせてどうぞお楽しみください。
それではまず一つ目のセッションであります対談ロスト&ハウンドに移らせていただきます。どうぞお二人前の方にお座りいただけますか。失礼いたします。お二人がご準備されている間にどうぞステージにお上がりくださいませ。お二人がご準備されている間に私の方から林様のご紹介をさせていただきます。株式会社ロフトワークの林千秋様は早稲田大学商学部ボストン大学大学院ジャーナリズム学科をご卒業後花王を経て2000年にロフトワークを起業されました。ウェブデザイン、ビジネスデザイン、コミュニティデザイン、空間デザインなど手掛けるプロジェクトは年間200件を超えます。グローバルに展開するデジタルものづくりカフェ、パブカフェ、素材に向き合うクリエイティブラウンジ、マテリアル、クリエイターとの競争を促進するプラットフォーム、アワードなどを運営されています。MIT メディアラボ所長補佐、グッドデザイン賞審査委員、経済産業省産業構造審議会製造産業文化会委員も務めていらっしゃいます。森林再生とものづくりを通じて、地域産業創出を目指す官民共同事業体株式会社飛騨の森で熊は踊るを岐阜県飛騨市に設立し代表取締役社長に就任されています。2017年にはウーマンオブザイヤー2017を受賞、現在活躍中の女性起業家でいらっしゃいます。ということで林様、長野市長どうぞよろしくお願いいたします。なんだか、あ、こんにちは、改めて林千秋です。ああいうふうに履歴を読まれると誰だろうっていう感じで、いや2017年、ウーマンオブザイヤー、そうなんですよ、その年の女ってことですよね。ねえ、すごいですね。だけどね、2017なんですけど、それ出るのは2016年の年末なんですよ。あ、だからどっちなんだっていうね、またをかけてるわけですね。そうですね、16年に決まるけれども17年、そう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 、まあ、多分来年も活躍するだろうという予想のもとにですかね。いやでもすごい経歴ですよね、本当に。いやいやいや、そうね、全然そんな、私なんかもう別府賞という肩書きしかないんで、本当羨ましいなと思いながら聞いてたんですけど本当にすごい、ありがとうございます。はい、で、簡単に、はい、自己紹介をしてくれっていうことだったので、はいはい、まあ、長野さんはね、みんなもう知ってますよね、はい、知ってますかね知ってる知ってもらわないと困るんですけど、はいはいはい、僕は省略で、はい、僕のことはね、はい、そうで、私の簡単な自己紹介をしたいと思います。はい、じゃあ、はい、ということで、実は大学で、マーケット、なんていうのかな、まあ、大学あと、を出て花王に入るんです。花王、ね、でずっと消費者の行動を見たくて花王に入るんですけど、まあ、ものづくりっていうのも限界があるなっていうことでアメリカに留学して、でニューヨークの、共同通信に入るんです。うん、で、まあ、ものじゃなくてことづくりっていうような形でやっていたんですけど、うん、アエラのアエラの記者になりたかったんですよ。限定なんですか。限定なんです。アエラ、もう留学する前からアエラの記者になろうと思って。それはなぜなぜかっていうと、私が新聞読まなかった。あ、アエラが愛読書、なるほど、読んでいたから、うん、シンプル、そう、シンプルに。で、化粧品をやってたんですけど、うん、ストレスが女性すごく多くて、そうですね、でもそれ化粧品じゃ止められないんですよ。結局ストレスが出てきたところをビタミン B2 でなんとか抑える、なんとか抑えるってやってもストレス出てきちゃうから、だからじゃあストレスがなくなるような物事を考え方から作んなきゃいけないよねっていうことで、まあ、アイラの記者になりたかったんですけど、一次審査で落ちちゃった。落ちちゃったんですね。落ちちゃった。落ちちゃったんですよ。だから、まあ、落ちてるからこそ今のご活躍があるわけですから。まあそうですね。まあ、人生どうなるかということですね。はい、で、いやいや、じゃあ会社作ってもいいよっていうことで、諏訪くん、諏訪と私で作った会社がロフトワークっていう会社です。うん、
でその後、まあ、ものづくりのカフェを作ったり林業、ちょっと林業については後で触れるんですけど、そのことを19年やっています。で、まあ、簡単にロフトワークっていう会社を説明するんですけど、あのポイントはプロジェクト型で、新しいサービスとか事業を生み出すっていうのが特徴なんです。でなので、クリエイターは外なんですよ。でそのプロジェクトによって例えばどの写真家がいいかとか、どのカメラマンがいいかとか、あるいは、お風呂に富士山の絵を描いてほしいとかっていう風になると、そこによってさ、やっぱり適した人って違うから、おっしゃる通りですね。その適した人ごとにアサインをしていく。だとするとロフトワークはプロジェクトマネージメントっていうことに特化しようっていうことで、プロジェクト型でやっているんです。で、先ほど約200ぐらいのプロジェクトって言ってたんですけど、気がついてみると300ぐらいになっているのかも。で、いろんな本当にことをやっているんですけど、じゃあどういうことをやってるかって、もちろんウェブを作ったりっていうこともあるんですけど、2つだけプロジェクトを用意してきました。例えば100番地っていう、パナソニック100周年にあたってロフトワークとパナソニックでやったプロジェクトが、この100番地っていうプロジェクトなんです。でこれは3階建てのビルをもう私たちが用意して、もともとパナソニックはただでコーヒーを飲ませてあげるから学生が来て、で、その学生に就職活動で来てもらいたい、そういうカフェを作りたいっていうのが、なんかどちらかといったらこう今のスタートアップカフェのちょっとこう企業版のっていう感じですよね。なんだけど、あのパナソニックって松下幸之助が23歳の時に作った会社なんですよ。で、ま、次の時代のこれからもう100年生きていく時に、やっぱり次の時代のこう松下幸之助のような人間がいないっていうのが課題意識なのに、ただのコーヒーに連れられて就職しちゃうような人だと松下幸之助にならないでしょ。そうですね、コーヒーに連れられてきた人たちっていう、ね、学生さんたちっていうだけですね。そうなので、そうじゃなくて100個のプロジェクトを、自分はこれをやりたいんだっていうプロジェクトを集めて応援しようっていう場所に変えました。で、こういうね、3階とか2階でプロジェクト、おしゃれですね、やっぱりね、おしゃれな空間ですね。でもね、これ本当に安く作ってるんですよ。もう天井なんて低くなってて、まあっていうプロジェクトで、ここから、まあ、昆虫食とか、あるいは、バスハウスって言って、今ここにいらっしゃる方なんかだと、別府なんかだときっと不動産買えると思うんですけど、もう不動産はいらないと、そうじゃなくて、もの、あの沖縄に行ったり、あるいは山形に行ったりって言って、こう北から南まで、その時々によって、仕事が変わる。だからバスでいいっていう稼働さんっていうのを提案したプロジェクトとか、本当に様々で、でそういうプロジェクトが2年経って、実はね、そのバスハウスなんかだと、レギュラトリーサンドボックスって知ってますか？全くわかりません。すいません。バスハウスって、その前のバスハウスって、その可動式動産って、いわゆるその、車とかバスのいわゆるその何とかこう動きながらオフィスで仕事するというのは、なんかそんなイメージですか？オフィスで仕事するっていうか、まあそこで暮らす。なるほど。寝るの。寝るわけですか？寝るの。むしろ仕事するところはどこでもいい。なるほど。あのオフィスもあるしさ。そういうことか。だけど寝る場所が、結局今回別府だとしたら、私がアカデミアもあるし、じゃあ1ヶ月別府にいるよっていう時に、1ヶ月の宿を貸してくれるところって別府ってありますか？マンスリーとかウィークリーは別府はあんまないですね。でしょ？ないと思う。そういうふうに地方って実は案外そういうのがないわけ。都市部はね、結構ありますけどね。で、そういうところに、でもどんどん今って行く時代の時にバスで自分はもう移動すればいいっていう。稼働さん、不動産じゃなくて稼働さん。で、それが実は、フジロックとか、そういうふうに音楽フェスティバルとか、そういう時にも使えるし、なるほど。あと先ほどさ話してた災害、
災害ここでも、ね、地震があったっていうふうに伺いましたけど、うんはい、そういう災害の時にも使えるっていうような形で、なるほどね、実はバスハウス、パナソニックが出資してどんどん今急成長してるんですよ。例えばどんな方が持ってるんですか、バスハウスは。どういう方がお持ちになってるんですか。ね、20代とか30代の男の子たち。バスハウスオーナーになろうかな。いや本当にね、紹介します。もう本当にちょっとね、聞いてみて本人の言うことを。そしたらあの結構これからバスハウス来るかもって思えると思いますよ。そうですか、うん、バスハウスみんなキョトーンとしますか。ついてますか。大丈夫ですか。ついてきてますか。来てくださいよ、一緒に、一緒にバスハウスですよ。そう、はあ、とか、まあ、リサーチなんかも実はロフトワークやっていて、2年前にやったんですけど、高齢者をリサーチしたんですね。で、東京と吉野と成都の3地域で170人にインタビューするっていうのもインタビューして、でそれもう本当に200ページぐらいの熱いいろんなことをこうファインディングスっていうふうに見つけているんですけど、まあ、例えばリタイアメントで、一番上にあるのはサラリーマンで、真ん中にあるのが自営業で、下が女の人っていうような形で書いてるんですけど、サラリーマンの人がほとんどの人が退職するともうその後仕事がないんですよ。でそれに対して自営業って死ぬ前日まで働いているような、そういう仕事の仕方があって、そうするとね、30代の時にサラリーマンの方が偉かったかもしれないけど、60とか70になって実は自営業の人が、お団子屋さんでもね、私がインタビューした、毎日がすごく楽しい、うん、っていう、なんでかっていうと町の人たちに愛されて毎日声をかけられる、なんて素晴らしい仕事なんだって言ってるのに対して、サラリーマンは行くところもないので2時間かけて散歩するんですよ。あるいは図書館、公立の図書館で何時間も勉強するの、一人でっていうのを見ると、やっぱりその50代ぐらいから第二の人生をどうデザインするかっていうのを作る必要があるなとかっていうのを、提案したりしているっていう、そういう会社なんです。ちょっと長くなっちゃったんですけど。でもまあ実際もう人生100年時代って簡単に言うじゃないですか、うんうん、だから簡単に言うと100歳までどういうふうに経済活動をしていきますかと。その年金だけでは当然暮らせもしないし、まあ、仕事を、まあ、経済活動していかないといずれにしても生活にやっぱり困っちゃうわけですよね、まあ、それが実際イコールであれば、仕事と人生がイコールであればきっと楽しいよねということですよね。そう、でも私今40後半なんですけど、うん、まだ100年だとするとね、うん、まだ半分もいってないわけ。そうですよね。そうすると正直怖いの、うん、だってこれまだ半分いってないのっていう私なんかまだ下ですからね。本当そうなのまだ本当下ですから、そうすると、なんか仕事、働くっていうのが一つの山だと無理があるなっていうふうに思っていて、20代30代で本当に仕事するって、20代30代40代っていうのが一つの山だとすると、やっぱり50、60、70っていうのでまたもう一つ違う山があって、同じ働くでも違う言葉を使って、うんうん、なんか例えばまあ仕事と活動とかね、でその報酬の体系も仕事の時は 100% でも活動の時は、ゼロじゃないけどなんか5割ぐらいっていうような、はいはい、なんかそういうような体系を世界に先駆けて日本から作った方がいいんじゃないかなと思って、ね、うん、でも実際正直今人がどこに行っても足りないですよね、うん、で足りない、足りない、よく言う、いや本当に足りないもうね、東京に来ると連れて帰りたいって言ってる、いや本当にね、まあ、正直な話、例えばですよ、私なんか市役所でも退職をして残ってもらいたいなと思う人たちもやっぱり違うことをやるんで、やっぱり私たちとしては、まあ、さっき言われたように、まあ給料が若干下がるけれども、ノウハウがあって知見があるので残ってもらいたい、
でずっとやってもらいたいけれどもちょっとあの他に行くとかもう何もしなくていいという人がいたりですね、やっぱそういうやっぱりこう働き方としてやっぱりこう私たちも欲しい人たちが本当にこう残ってくれないというか、やっぱりこれって全業種に多分言えるんだと思いますね、だけどそれはやっぱり教育日本の価値観を変えなきゃいけないのかなっていうふうには思っていて、だから別府から始めたらどうかなと。やりましょう、うん、やりましょう、やりましょう、うん、やりましょう、やっぱり仕事っていうものじゃない活動の名前を作り、ね、そこをやっぱりそれはこう5、60代から70代、80代にかけてやるものっていうか、うん、なんかそういう気がしますけど ね僕はあの自分ほら政治家じゃないですか、で僕この自分のこの政治家っていうのを仕事だと思ってないんですね、使命だと思ってるんですよ、うん、だから使命感で動いてるんですよ、何かだからそういうものかなと今聞いていて、まあその自分自身がこう生涯をかけてその第二ステージに移った時に自分が生涯をかけて取り組んでみたいものとか、な生きがい皆さんから必要とされる何かそういったものというような感じでしょうかね、じゃあ、うん、あとねちなみに昨日マッシングアップっていう、まあ、多様性の会議があったんですけど、うん、そこの中で70歳のおじいさんが出てきて、でそれはあの保育園に落ちたから死ねっていう投稿がすっごい話題になったじゃない、ありましたよね、でそれ見た時にあこんなにあの保育園をめぐる環境って悪くなってるんだって、だとしたら保育士になるって言って、その方、大学だと普通にこう4年間出ると資格取れるんだけど、うん、そんな4年間も行ってる時間がないから、うん、国家試験を受けて保育士になるんですよ、で今時事先生って言われてるって言ってこうあの写真見せてくれたんだけど、もう私たちの世代のそのお母さんもお父さんも本当に時事先生って言って頼ってくれて、僕は嬉しいって言って活動してたの。安心感がありますよね、確かにね、安心感あると思いますよね、でだからそういう意味でその30代をめぐる環境っていうのを少しは貢献できてるんだけど、次にあのね保育園のこの中に保育園に勤めてる方っていらっしゃるのかな、なんか保育園の保母さんが実は、子供は育てるんだけど結婚相手が見つからないって言ってて、いやそれはね実はあって、市のいわゆる保育園でも出会いがないからって言って、私あの婚活を始めたきっかけは、市でそんなことする必要ないよって言ったんですけど、今婚活やってるんですよ市が。え、婚活？婚活やってるんですよ。どういう活動？まあ、いわゆるそのマッチングですよね、まあ、いわゆる本当の婚活です、うん、あれをちょっといろいろな変わった方々にこう手伝ってもらって、うん、ちょっとシチュエーションを変えたりして、うん、でそれを行政がやる必要ないと思ったけどやり始めたきっかけというのは、うん、あまりに保育園の先生たちが、うんうんうん、きっかけがないんです、出会うきっかけがないんですって言われたところからが僕スタートなんですよ、うん、あ、そうなんだ、そうなんですよ、へえ、林さんなんかもう、うん、次の話題に移れという指令が、はい、ところで林さんと別府のつながりです、なぜ今日林さんがここにいるのか、ここにいるのかだよね、はい、あの振り返ってみました今日の講演するにあたって、で最初混浴温泉世界に来ました、はい、この時まだ市長じゃないよねきっと、2009年は違います、落選してる時です、学生、おそらく、おそらく本当、はい、多分そうだと思うけどな、まあ、そういうことだったり、あとは、クリエイティブプラットフォーム大分っていうので、実はこのサイトはロフトワークも半分手伝ってるんですよ、大分県 の仕事ですよね、うん、あ、そうなんですか、そうとか、あとは出た、うん、アニッシュカプーアね見に来たりとかっていうのもあるんですけど、今年7月に出たこれですね、はい、100人を超える社員で、サマーキャンプっていうことで別府を練り歩きました、ありがとうございますありがとうございます、ラグビーのようには有名にはならなかったけど、いやいやいや有名でしたよあの期間中、いやいやいや、ロフトワークの練り歩きって言って、なんかちょっと後ろに変な人が映ってますねこれね、そうアフェリアさん、誰ですかもう本当誰ですかもう本当もう本当に迷惑です本当に、はいはい、うちの職員なんですけどね、そうなんです、はい、です、はい、でみんながこういうふうに練り歩いて、
でそういう中で今日のねちょっとテーマにもなってるロスト&ファウンドっていうチームが優勝したんですよ。だけど実はこんなテーマになるほど私知らなくて、えロスト&ファウンドのコンセプト、コンセプト知らない、しっかり社員に聞いてきました。あで今日説明していただけるということですね。安心しました、はい、いやだけどあの要はこれはその男の子が送ってくれた資料をそのまま貼っただけなので私に説明をしろって言われても無理なんですけど要は次行きますか。いや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 説明してください説明してください、はい、何でも新しく作ることっていうのはいろいろ出てくると思うんですよね。新しくしぎなんかこういうスタジアム作ろうとかこういう議会つなんか作ろうとかだけど彼らが言ったのは、別府ってものすごく特徴があって、温泉はまあもちろんある。ただ温泉あるところは他にもいっぱいあるんだけどなんかね別府に来ると昔と今とかあとプライベートとパブリックとかそういうものの垣根がなくて行ったり来たりする。でしかもここに書いてあるんだけど誰かが何かをなんていうのかな、なんか何かを足すっていうよりはむしろ何か忘れてきちゃったっていうところからこう物語が始まるようななんかそういう不思議なところがあるっていうふうに言ってたんですけど。なるほど。そういう、どうです？そういうですね不思議なことを言い出すんですよ別府に来ると。ねえ、もう本当にね、うん、そういう不思議だな何言ってんだろうっていうようなことをですね言い始めるぐらい、うん、別府って、うん、いたら分かるんだと思いますね、うん、時間軸とか、うん、そのいわゆる場所のこういわゆる物的にこう物理的にこう近いとか離れているとかっていうことを、うん、何かね感じさせないような場所なんですよ多分、うん、別府って、うんうん、というのは、うん、やっぱり何て言うんでしょうね温泉がもうその大昔からあって、まあ、それを中心にコミュニティが形成されてやっぱり多くの人たちが、まあ、ここを訪れてでみんな裸になって裸になればみんな平等でそこに使ってそしてまた皆さん去っていってまた来たいなと思ってくれる場所それをもう千何百年前からずっとこう多分繰り返してるんですね。で今や留学生も3000人を超えてだから多様性の街3000人もいるの。そうですよ人口11万7000人。ああそう。そのうち留学生はもう3200人から300人、うんうん、91カ国から来てるんです。すごいですね、うん、だから多分ねなんかね、うん、あれなんですよ別府って他の土地に比べてもすごくねすぐ受け入れるんですよね、うんうん、日本人的と言ったらいいのかもしれませんけどすごくすぐ受け入れて自分のものにしちゃうのが、うん、そのオリジナルを超えたものを作り出しちゃうみたいな、うん、あ確かに自分と他人の境目もない、そういうことですね。そういうことです、うんうん、本当にボーダレスじゃないですけど、うんうん、何かこうだから居心地がいいのかな。だけどある人が言うと移住してきた多分八木みちるさん後で多分登壇すると思いますけど八木さんいるかないないかなあお風呂入ってるかな八木さんなんかに言わせると、うん、別府の人たちはまた別府という土地は、うん、入ってくるときにすぐ受け入れてくれる、うん、だけど、うん、受け入れてくれたなと思ったら、うん、突然ね門を閉ざすそうなんですよ。門を閉ざす、それは、うん、京都のように笑って門を閉ざすのとはまた別なの？続きがありましたね、うん、門を閉ざすんですけどそこで頑張って地域にまだ入っていこうと頑張ってみると、うん、再びもう二度と閉まらないシャッターが開いて、うん、もう地域の人と認められると、うん、なんかこういうこと言ってました。だから、うん、閉鎖的な一面もあるんですけれども、うん、多様な街なので、うん、受け入れられたらとことん一緒に受け入れられてしまうっていう、なんかそういうところがあるのかなって僕は個人的にはすごく思ってます。なるほどね、なんか私も別府本当にね時間を忘れるっていうかなんていうのかな東京ってものすごい時間が早い、うん、
それに対して別府はなんかそういうものとは違う、なんて言うんだろうね、不思議な街ですよね。今回、うん、あ、これ後で議論になるのかな、ワーケーションをしていただいたわけですよね、うんうんうん、後でこれワーケーションの話出るんですかね。はで出るんですかね。出ないかな出るの、うん、出るんでしたっけ。はい、まあいいや、やっちゃえ。今回ワーケーションで来ていただいたんですよね、うんうん、そうです。皆さん、ワーケーションってなんかこうなんとなく意味わかりますか。僕もちょっと前までワーケーションってなんじゃそりゃって思ってたんです。さあ、ワーケーション答えは皆さんからどうぞ。何か仕事を見つけるためにワークショップをやるっていうことじゃなくて、ワーケーション、僕ですね、うん、結局、うん、あ、すごく素敵な言葉だな、これ別府のためにあるような言葉だなと思う言葉があって、うんうんうん、暮らすように旅をする、うん、旅するように生活する、うんうんうん、なんかこれってすごく、うんうん、今林さんが言われた言葉をこう凝縮して言っちゃったらそういうことなのかなと、うんうん、観光地であるけれども何か来た人たち、初めて来る人たちにとっても何か心の原風景に寄り添ったような場所、風景もそう、うん、雰囲気もそう、うん、だけど住んでる人たちもどことなくいつもね、ワクワクしながら住んでいるっていう、うん、なんかそんな感じなのかなと、うん、で、僕はワーケーションは関係人口って最近よく言いますよね。まあ定住人口があって、それから、うん、交流人口があって、で関係人口って最近よく言われるんですけど、僕このワーケーションはこれ関係人口の部分だと思っていてですね、5G って通信技術がこれから先もっともっと発達していったら、多分この空間も全国チリチリバラバラになっていてもこの空間が出来上がるわけじゃないですか、おそらく。だから仕事の仕方もどこに立って変わらないし、なんかだったら満員電車に揺られて働くより温泉に浸かりながらの方がいいアイデア浮かぶに決まってるじゃないっていうことを提案をして、働き方改革にも別府市がすごく貢献できるんじゃないかって思ってるんですよ、うん、はい、でもこう次の話にもちょっと関わるんですけど、別府ってそういう意味でものすごく魅力はあるんだけど、一方ですごくこうもったいないなとも思う。例えばその林さんが思う、うん、あ、こういうのがなんとなくもったいないっていうのはありますか。例えば、旅館。旅館。旅館の組合長がそこに来てるんで、どんどん言ってください。どんどん、どしどし言ってください。はい、やっぱり旅館って、ご飯を食べ、夕飯、一般的な旅館って一泊二食ですよね、朝というと。だけど、もちろん今時ってどんどん変わってきてるから、夕飯なしの人もいれば、朝ごはんもいらなくて泊まるだけでいいっていう人もいれば、なんかそういうふうに多様になってきてる割に、やっぱり別府の旅館見るととはいえ一泊二食っていう感じがすごくこうやっぱりメインだし、あと、あ、なんていうのかな、女の人にとってみて気持ちいいところが少ない。例えばなんか団体のこう問題発言、いやいやいや、女性が気持ちよくなる場所が少ない、これやっぱり重要なポイントだと思います、うん、具体的にちょっと、あ、マイクがそして後でコメントもらいたいと思って、はい、はいはい、特に、ね、どういう団体が多いのかなって思う。なんかすごく大きい旅館とか、なんかこう大きい建物が多くて、旅館団体をってターゲットにしてるのかなって思うんだけど、私がお母さんと一緒に来たいところがどこなんだろうっていうふうに思うと、神奈の一箇所とかぐらいし、とあとはちょっと山田別荘とか、なんか2カ所ぐらいしか、具体名がね、うん、ないかなっていう感じ。なるほど。今でも林さんそれ感じますか、うん、今も感じる。感じる。あ、やっぱこれは、うん、やっぱり
いわゆる外から来ていただいて、うん、見ていただいた人たちの多分これ貴重な意見だなと思う、うん、昔はやっぱり別府って団体旅行の街でどちらかといったらやっぱ男中心の街だったわけですよね。そうだけど、うん、結局今、うん、大体後でちょっと西田さんにもお話ちょっとだけ聞きたいと思うんですけど、うん、もうほとんどがですね、うん、まあ旅館ホテル宿泊施設によって変わりますが、うん、ほとんどでもね、うん、個人客なんですよ。うん、団体客ってそう本当にないよね。今ね受け入れてないんですけど、うん、ただ、うん、今言われるのは、うん、そのお客さんの動向であって作りは、うん、もしかしたら、うん、昔の団体客用の、うん、いわゆる作りから脱却できていないと、うん、できてないというようなところがあるんだと思うんですね、うんうんうん、じゃあそのあたり西田さんどうぞ現状について。本当ご指名いただいてありがとうございます。また初めまして、西田でございます。おっしゃる通りで別府温泉は団体型温泉地で、隣にある湯布院温泉は個人型の温泉地という色合いでずっと今まで来ました。これは間違いありません。ただ今は大きく変わってます。でこれから別府は実は1500ぐらいのホテルラッシュ客室が増えるんですね。3割ぐらい部屋がね。はい、でそうするとその方々の、うんまあ、半分以上は宿泊特化型の施設、うん、要は1朝だとかルームチャージで宿泊される、うん、まさに今時の方々が泊まれる、うん、ビジネスホテルも多く増えてくるんです、うん、で既存の我々の旅館ホテルもまさに今までの仕組みとか作りがあるんですけど、うんまあ、少しずつ変わってきてます。なるほどね。ですので、うん、ぜひうちに泊まってみてください。ぜひ、ね、白井くんさんはね、うん、女性に特化したようないろんなエステなんかもね、うん、すごくねいいエステがあるんですよ、そうそうそう。それでなので別府で何かやりたいなっていうふうに思うときに実はロフトワーク、4年前に初めて地方と本当に組むっていうことをやったんですよ、うん、でそれがこの飛騨の森で熊は踊るっていうマークなんですけど、これどういうことかっていうとこういうふうにすごく昔ながらの飛騨って、小京都って言われるように京都風の街並みなんですよ。なんでかっていうとずっと職人が京都の街を作っているので帰ってきて自分の家を作るっていうと京都みたいな家になっちゃうので、そういう中でこのファブカフェっていう、まあ、飛騨の森で熊は踊るとファブカフェっていうのを街に作ったんですけど、どういうこういうね中のあれなんですけど、で飛騨って高山の飛騨高山の飛騨ですか。そうの高山があって、飛騨市っていうのはその一個で駅で違うところなの、はいはい、で またここが話すと長いんだけど、長いんですね、でもそれは長く置いといて、置いときましょうか。置いときましょう、はいはい、でこういう伝統的な木工 と、3D プリンターとっていうことでその伝統と革新を、まあ、そこでここで融合するっていうような、会社を作りました。で、要は下の部分が飛騨でやることで、どういうことかっていうと飛騨は 97% が森なんですよ。でしかもそのうち7割が広葉樹っていうそういう、林野庁でいうと木材じゃないって言われるような森っていうのがあって、だけど職人っていう意味では平安時代からずっと京都とか大阪の町を支え続けた、木工職人がすごい 大勢いるっていうのが飛騨だったわけで、そこに対して私たちがやってることは一つは建築家にアプローチしようと、要は今のもう既存の家を建てるっていう形の施工業者は変わってくれないから、建築家だったら一人ピンでみんな動いているので建築家に新しい表現を与えるっていうことだったり、あるいは建築学校に新しくフィールドワークの場所としてやるっていうようなことを提案をしてたのね。で例えばこういうキャットタワー100万円するんですよ。これえっていう100万円 お猫様の住みかで100万そう飛騨の人もみんなえっ10万でも高いのに100万って高いよね。こ
れってやっぱり価値観なんですね。価値ですよね。いやでもね、日本で買う人あんまりいなかった。まあそうでしょうね。で私も売れんのって思ったら海外からものすごく海外からね、っていうことでやっぱり あったし、あとはこういうね、これ六本木のニュースピックスのオフィスなんですけど、ね、はい、こういうふうに作ったり、あるいは広葉樹なので一つずつの樹種の色が違うんですよ。違うんですね。それを小さい小径木って言って、をメインとしているのでつなぎ合わせて大きなベンチにするとか、まあ、そういうものを合わせて、これだは最近なんですけど鈴代っていう、物流、ね、うん、はいはい、の会社のこの木を使っている部分は全部ひだくまの木なんですよっていう形で、今4年目なんですけど、まあ、売上1億ぐらいで利益が出てるの。これは飛騨にある会社というか、そのラボというかがメインになってやっていることを。飛騨に作ったの、私たちが。あ、飛騨にこの空間ができたわけですか。できた。あ、素敵ですよね。そう。でもそれは始まりは絶対に作りたくなかった、私で。なんでかっていうと、まあ、日本だけでも忙しいのに、MIT メディアラボでボストンにも年に2回行かなきゃいけないし、ファブカフェでグローバルに展開していくってなると、やれストラスブールでフランスに行かなきゃいけない、なんとかに行かなきゃいけないって、とにかくすっごく忙しかったんですよ。で、親からもう本当にやめなさいと、体壊すからって言われてたので、飛騨くまって5時間かかるの。そこら辺の海外よりも遠いの。ちょっと遠いですよね。よくわかります。今度僕高山行くんでよくわかります。そうですか。よくわかります。よくわかります。だから、はい、ごめんなさい、本当に無理ですって言ってたら、騙されたと思って1回でいいから来てくださいって言われて、じゃあ家族旅行で行きますって言って家族を連れて行ったんですよ。そしたら本当に騙されちゃった。それで。大体いつものパターン、そんな感じですよね。騙されたらハマっちゃうっていうね。ハマっちゃったんですよね。そう、ハマっちゃった。ハマっちゃったんですね。そう。だから我々も今騙してる最中です。え、そうなんですか。ハマってください。そう。いや、それで、っていうようなのが飛騨で行われてる。で、ね、ポイントはね、私にとっては家族旅行かなと思っていて、家族を連れて行きたくなる場所かどうかっていうのが実は大切なの。そうですね。で、実は別府もお母さんを連れてきてる。あ、今回じゃないんだけど連れてきたい場所だったんですね。そうなの。あ、嬉しいですね。だから、何か起こせるんじゃないかなっていうふうに思って、うん、実は先月も来てたんですよ、ロケハンで。なんか要はどこに場所がある と、人の流れが変わったり、なんていうのかな、今までのこう温泉っていうものに対してまたちょっと違う角度で新しい流れを生み出すことができるかなっていうふうに見てたんですけど、でもね、自然を案内されて、うん、なんか自然この山の奥に何て言うんだろう、蒔絵、仏像とか仏像がいっぱい山の中にあるんですよ、はい、あれだろうか、赤松のあの辺りだろうかかな、そう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 、赤松、ああっていう、さっき変な格好してた人とあの人でしょ、安倍さん、そうそうそう、はい、そういうところばっかり見て、とても出せるロフトワークを出せる場所っていう形ではなかったので、また第2弾やんなきゃねっていう話にはなったんだけど、なんかそういう中で実はオープンに言うと、例えば APU と組むっていうのもあるかなって思ってるんだけど、どうかな、APU、 あ、大学ですか。大学に、私たちクリエイティブの会社なので、うん、今いろんな会社が、クリエイティブあるいはデザイン思考を学びたいっていう会社って、本当に日本中いろいろあるんですよね。で、そういう中で、APU に例えば寄付講座みたいな形で作って、そこでなんか日本一のデザイン思考の授業をそこでやるっていうのって、例えばどうかなとか。寄付講座、
あの別府はあの APU さんももちろんですけど、あの別府大学さん、溝辺学園さんで、生徒がいないところで行くと九州大学病院さんがあって、あと京都大学さん の, あの研究所があるんですね。これ5スターって僕ら言ってるんですけど、実際に生徒さんがいるのは3つの大学で、今日もおそらく3つの大学関係者の方々来ていらっしゃると思うし、うん、ちょうど目の前に二谷先生なんかいらっしゃって APU の先生ですけども、うんうん、寄付講座は大歓迎ですよね。嫌ですか？はい、大歓迎、大歓迎。まあとりあえずここで1個決まりましたね。じゃあ後で別府大学別府大学さんと、あと溝辺学園さんでも何をやるか私ちゃんと決めておきますから大丈夫です、大丈夫です。はいはい。いやでもあの私たちは、うん、今その課題としてですね、うん、一つは、うん、働きたい、地元に残りたいっていう、まあ、学校での、まあ、授業ももちろんですけど、多分学生さんたちにとって別府ってすごく刺激的な街で、いろんな、要はその変な人たちがすごく多いんですよ別府って。あの力を持っててちょっとこう変わり者みたいな、だけどそんな人たちが街をこう本当に変えてきてるし今元気になってる。でそんな人たちに触発されるような学生さんたち、課外活動もすごく充実してるんで、あの残りたいって希望はすごくあるんですね、学生さんたちにも。そうそうそう、残りたい、うん、だけどじゃあ残るためには仕事をどういうふうな仕方をしていくべきかみたいなところを、うんうん、なんかこう学生さんのうちから、うん、関わっていただく、うん、関わっていただくところが増えれば増えるほど、うん、あのやっぱりいろいろとあの出会う人によって刺激を受けたりとか、うん、やりたいことに対して、うん、あのビジネスモデルに乗せてくれたりとかって、なんかいろいろなことできるんじゃないかなと思うんで、なんかそういうきっかけ作りっていうのは私たちにとってはすごくありがたいなというふうに個人的には思いますね、うんうん、はい、そうなんですよね。やっぱりAPU の学生って、すごく特殊かなっていうふうに思っていて、なんでかっていうと別府の町からさ、とはいえ距離があるでしょ。ありますね。だからいいんです、いやだからいいとも言うんだけど、だから交わりづらくもない。いやこれがですね、うん、なんて言うんでしょうね、彼らは多分こう、じゃあ先生に聞いた方がいいな。じゃあちょっと、うん、あのマイクをあの福谷先生にちょっとお預けしてください、うん、はい、もうどんどん行きます、うん、どんどん会場に入ってきます、はい、あの福谷です。あの地域からですね学ぶということも大学の中で重要なコースになってますんで、特に地域研究でありますとか、あるいはその社会的起業家をどうするかとか、そういうものについて関心のある先生もいますので、その先生方が自分のゼミとか自分の教室をですね、テコにしながら町の人と一緒にコラボレーションするということはよくあります。ただ、就職するってありますか？それはですね、まだまだ大変な状態です。ですよね。なかなかただ地元でですね、うんうん、自営業的にですね起業されてる方で卒業生が基盤をここに置いてるという方はだいぶ増えてきております。そう、つまり一時的にワークショップとかで触れ合うっていうのはなんかできるかなって思うんだけど、就職するっていうのがなんかイメージができなくて、それはやっぱり、今の別府のビジネスと APU で教えている授業との間にやっぱりギャップがあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、そこを埋めるような授業っていうか、授業のようなビジネス、スキルだし、はい、ビジネスデベロップメントなのかな、なんかそういう、そういうものをやれないかなっていうふうに思っているし、ロフトワーク自身がそれを通じてもう別府に入って、いいですね、例えばねでやるっていうふうになるとね、なんか勢いがつくんじゃないかなっていうふうに思ってたりしたんですね。まあ、もう例えというかもう決まっちゃったことなんでね、もうこれはもう決まりましたから、ぜひ、まあ、APU さんはじめ別府大学さん、うん、溝辺学園さんね、うん、しっかりこの5スター、特に学生がいるこの3スター、ちょっと私、私が間に入りますから、うん、ぜひお金取りませんから、しっかりなんかそういうこうさっき、言われたような間をこう埋めていくというか、やっぱ僕も学生さんたちに言ってるのは、うん、一生別府と関わってもらいたいっていう、うん、その別府にずっといてほしいって言っても、それはもう彼らの将来を縛るようなことだから、そうじゃなくて、
やっぱり別府で学んで、いわゆる母港として、あの母なる港としてですよ、ここを母港として世界中にいろんな経験をして、いろんなとこ行って、で結局遠くにいながらも別府のことを思い出し、別府のために何かこう役に立ちたいなと思ってくれる、こういう関係するっていうことが僕とっても大事なことだと思っていて、それはやっぱりあのその間をこう埋めていく、学生時代に間を埋めていく、もしくはそれをしっかりこう引き継いで企業やったり創業してもらったりとか、あるいは、ね、あの事業承継っていう問題もあるので、まあ、一番簡単なあの企業って多分事業承継かなと、いうような、まあ、そこでまたオリジナリティ出してもらったりすればいいのかなというようなこともあるので、なんかそういうことがどんどんみんながやっていって、学生さんたち若い人たちが、なんか別府に行ったら、なんか面白いことが起こるぞと、ね、なんかそういうふうな、イメージを常に発信できる街でありたいと、すごくそれを思ってます。そうですね、で、まあ、とはいえあ本当にそうなんだけ ど、とはいえ今の別府の人たちと、やっていくわけじゃない。なんかその中でもう一つあの APU ともあるかなと思ったけど、もう一つやってみたいのが、高齢者とその障害者と、子供っていうものが一体になって、本当に気持ちよく育っていく村を作れないかなって思ってんの。村独立しますかいや村っていうかその場所全然村じゃなくていいんだけど、まあ、プラットフォームみたいなものでもいいんでしょうね。広さが必要なんだけど、実質的に広さが必要なんですか。実質的に広さが必要なので、実際のコミュニティを作るみたいな感じですか。なんでかっていうと、そういうコミュニティがスウェーデンにあるの。あ、いやでも実質的にその物的にそのものが、あの必要だって言われるんであれば、あの私たちも可能な限りご紹介できるところもたくさんありますし、常にいるわけですから。常にやっぱりな、あのね、それはね、今までの行政とかって、その例えば障害者っていう人だったら障害者だけを集めてどう対応したらいいかっていう対応だったり、高齢者って言ったら高齢者で介護ハウスっていうのをやってどう対応したらいいかっていうふうに集めてたの。だけど、あの話戻るんだけど、やっぱり別府って過去と今も私とあなたも全部混ざっていく街の中 で、あのね、私ね、本当にそれは、まあ、それはアートを通じてだったり音楽を通じてだったり何か手法はあるんだけど、障害ある人もない人も高齢者も赤ちゃんも一緒に楽しく生活できるっていう場所が作れるんじゃないかなっていうふうに思っていて、それも実は構想としてある。で2月にそれを見に行こうと思ってるんですよ、スウェーデンに。なのでそれ見てきて、あと別府をもう一回見せてもらったら、なんか運命的な出会いがあるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、そういうような場所も大歓迎。僕すごくね、今のお話を聞いて思うのは、あの別府そのものの街が実は障害を持たれた方もものすごく多いんですけど、生き輝いてる。そうだから、あの僕留学生の方とか外国人の方もこれだけもう本当に変わらずにみんなで混ざって暮らしてる。別府自体がまさにそういうコミュニティを一つ形成できてると思ってるんで、何かそこに対してなんかこうもう一個こうアクションを起こすとか、もう何か足りないものを加えていくとか、そういったことでなんかそもそもそういう街なんで、なんかそれって別府市全体で、あの物的、いわゆるその物理的な場所じゃなくてもなんかできそうだなというふうに思っているんですが、もう残り1分ということでございまして、林さん、これからの別府に対しての意気込みをぜひ聞かせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、でも来年なので今年はちょっと無理なんですけど、来年本当にその模範となるようなアイディアを固めてくるので、その時はぜひ相談に乗って、自分と一緒にやろうとか、自分の場所があるよとか、人のこの場所使ったらいいよっていうことも含めてアドバイスに乗ってもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。なぜかっていうと、あの別府の人って自分の家も他人の家もきっと一緒にする人だと思うので、本当にあの
どこでもいいのでぜひそういう場所を作れたらいいなというふうに思います。ありがとうございます。林さんのこれからの活動に協力をしていただける方、強制的に拍手をお願いします。ありがとうございます。うまくこれでまとまったと思いますが、ぜひよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。林様、長野市長、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。私もあの別府の隣の市に住んでいるんですけれども、隣にいながらも別府ってどんなところなんだろうなって正直全然わからなくて、不思議だなと思ってるんですけれども、林さんのその雰囲気も不思議だなってずっと思いながら今日ね見られた方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そういったところが相性ぴったりなんじゃないかなと思いましたので、2社でこれから、いや、そうやってなんかよく分からずこう巻き込んでいくんだろうなと思いながら、これからの活躍とても楽しみにしております。ありがとうございました。以上をもちまして別府温泉アカデミア対談ロスト&ファウンドを終了いたします。ありがとうございました。